ロシア兵がお縄になる決定的場面も、亀戦車を乗員もろとも捕獲する映像をウクライナが公開。ウクライナ国防省は戦利品の前で笑顔を見せる兵士たちの写真も公開した。ウクライナ軍が先頃公開した動画に、亀戦車と呼ばれるロシア軍の戦車を乗員もろとも捕獲し、運び去る様子が映っている。亀戦車というあだ名は、ロシアのエンジニアが対戦車攻撃から守るために荒金属の装甲を戦車に取り付けたことに由来する。ドローンで撮影された76秒の動画には、木々に囲まれた戦車とその中に立つ兵士が映っている。クローズアップ映像では、兵士の一人が後ろ手に縛られながら周囲を見回しているのがわかる。その後、戦車は逆走して舗装されていない道に戻り走り去った。別角度の空撮映像では、黄色と青のウクライナ国旗が戦車の上に掲げられているのが見える。投稿には場所や日付の詳細は記されておらず、本紙はロシア国防省にコメントを求めている。亀戦車の旅客は初。ウクライナ国防省が公開した静止画では、兵士たちが戦車の砲塔の前でポーズをとって、満面の笑みを浮かべており、後ろにはウクライナ国旗がはためいている。この投稿には、UA アーミーに加わった戦利品の亀戦車と書かれている。第22独立機械化旅団の兵士たちが、車体と砲塔を覆う金属屋根のついたロシア戦車を旅客した。ウクライナ戦争について定期的に最新情報を提供している新ウクライナの X ユーザー、ユルゲン・ナウディットは、動画の一場面のスクリーンショットとともに次のように投稿した。ウクライナ軍が初めて東方面でロシアの亀戦車を旅客し、乗員を捕らえた。一方、ウクライナのアントン・ヘラシチェンコ内相顧問はこの動画をシェアし、ウクライナの兵士たちがロシアの亀戦車を旅客した様子が映っていると綴り、素晴らしいと締めくくった。ここ数ヶ月、ウクライナのソーシャルメディアユーザーたちは、開けた場所で慌てふためく亀戦車の動画を投稿し、その場しのぎの奇妙な装置をしばしば物笑いの種にしていた。4月には追加装甲を施された T-72 戦車が、ドネツク州の集落クラスノホリフカ周辺の野原を動き回る動画がネット上で拡散され、あるユーザーはこれを忍者亀戦車と呼んだ。8000両近い戦車を失っている可能性。ウクライナ国防省は17日、ロシア軍が前日に戦車2両を失い、この戦争でロシア軍が失った総数は7958両に達したと発表した。静止画や動画を用いて兵器喪失を確認する追跡サイト、オリックスの集計数は、ウクライナ国防省の数字よりもはるかに小さいが、破壊された兵器の数はここに記録されているものよりも大幅に多いという正し書きが付けられている。オリックスによれば、6月17日現在、ロシアが失った戦車は3137両に上る。うち破壊されたものが2118両、損傷を受けたものが157両、放棄されたものが346両、旅客されたものが516両だという。ウクライナ軍の F-16 戦闘機、ミサイルの射程に課題。低高度飛行なら遠方まで届かず。ウクライナは欧州諸国から F-16 戦闘機を計85機取得できる見込みとなっている。近々届き始めるこの機敏な超音速機で、ウクライナ空軍が何をするのかを予想するのは難しくない。ウクライナ空軍は F-16 戦闘機によって、ウクライナの軍部隊や市民に向けて衛星誘導の滑空爆弾を月に3000発も投下しているロシア空軍の戦闘爆撃機を迎撃させようとするだろう。汎用の航空爆弾に展開式の翼と衛星誘導装置を取り付けた誘導爆弾、通称カブは、ウクライナの調査分析グループディープステートに言わせれば、ロシアのミラクル兵器になっている。今のところウクライナ側に対抗手段はほとんどない。
ロシア空軍の SU-34 戦闘爆撃機は高高度を高速で飛行してきて、滑空爆弾を40キロ先まで投下できる。より新しいタイプの下部は射程が伸びていて最大65キロ先まで届くと言われる。敵機が40から65キロ離れた場所から爆撃してくる場合、ウクライナ軍の既存の防空兵器、つまり旧ソ連製戦闘機や地対空ミサイルシステムでは毎回は反撃できない。そこで F-16 の出番となるわけだが、王立防衛安全保障研究所 RUSI のアナリストジャスティン・ブロンクによると、 F-16 のパイロットにとってそれは非常に困難な任務になりそうだという。ブロンクは最近の論考で、滑空爆弾攻撃の出撃機を着実に迎撃していくというのは相当難しいだろうと予想している。最大の問題はロシア軍の地上配備型の防空システムだ。こうした防空システムによってウクライナ軍機が高高度を飛行するのは国内のほぼどの区域でも極めて危険になっている。中でも前線から160キロくらいまではロシア軍の S-400 地対空ミサイルシステムの射程内に十分入るので特に危険だ。ウクライナは確かに F-16 用に射程160キロの AIM-120D 空対空ミサイルも取得できる可能性がある。これがあれば F-16 のパイロットはロシア側の防空システムがカバーできる範囲ギリギリから敵機を攻撃できると思えるかもしれない。だがそうもいかなさそうだ。というのも AIM-120D の実際の射程はもっと短くなると考えられるからだ。前線近くでは時期がロシア軍の南宋もある中略地対空ミサイルシステムに探知され撃墜されるのを避けるため、ウクライナ軍のパイロットは非常に低い高度での飛行を余儀なくされるだろうとブロンクは記し、こう続けている。これほど高度が低いとミサイルは空力抵抗が大きい高密度の空気の中からスタートし、目標が位置する高度に到達するために重力に逆らって上昇しなくてはならない。そのためミサイルは飛翔開始から数秒後にロケットモーターが燃焼を終えた時点で空気の薄い高高度を超音速で飛行する戦闘機から発射された場合ほどの速度や高度には達していない。グリペン戦闘機&ミーティア空対空ミサイルの組み合わせが理想。つまり低い高度から発射される AIM-120D は射程が数十キロ短くなる可能性がある。そうなると F-16 は滑空爆弾を搭載したロシア軍機を狙えなくなるかもしれない。もし迎撃に向かう場合はパイロットはロシア側の支配領域の深くにどうにか入り込みミサイルを発射できるくらい長くそこで生き延びる必要がある。ブロンクが述べているように考えられる解決策の一つは、最適な条件で射程が200キロに達する欧州製のミーティアなどより長射程の空対空ミサイルを使うことだ。だが F-16 はミーティアに対応していない。さらに言えばフランスからウクライナに供与されるミラージュ2005戦闘機もこのミサイルには対応していない。ウクライナが入手できる可能性のある戦闘機でミーティアを搭載可能なのはスウェーデン製の JAS-39 グリペンだけだ。スウェーデンは余剰のグリペンをウクライナに供与する意向を示しているが、ウクライナが最初分の F-16 を受け取るまで実際の供与は控えることに同意している。支援国側はあまりに多くの種類の新機材をあまりに早く提供するとウクライナ空軍の負担が重くなりすぎると懸念している模様だ。ブロンクの見立てが正しければウクライナ軍のパイロットは極端な危険にさらさず、ロシア軍の滑空爆弾搭載機を撃墜できるような戦闘機とミサイルの組み合わせをウクライナが手にするまでには1年以上かかるということになるかもしれない。ウクライナがこのところロシア軍の爆撃機や下部を地上で叩くことに注力しているのもそれと関係しているとも考えられる。ロシアの拘置所、
看守を人質に収容者が立てこもり、治安部隊が突入し6人射殺。タス通信などによると、ロシア南部ロストフナドヌーの拘置所で16日、イスラム過激派とつながりのあるとみられる収容者らが、看守2人を人質に立てこもる事件があった。軍の治安部隊が突入して、収容者6人を射殺した。射殺された収容者のうち3人は、北コーカサスイングーシ共和国出身で、同通信が報じた裁判の判決によると、イスラム過激派組織イスラム国と接触後に裁判所の爆破テロ計画に関わった罪に問われ、禁錮18年などの判決を受けていた。収容者らはナイフなどを入手して看守を人質に取り、拘置所から釈放するよう要求したが、当局は応じなかったという。ロシアでは今年3月、首都モスクワ郊外のコンサートホールで、140人以上が死亡した銃乱射テロがあり、イスラム国ホラサン州が犯行声明を出した。